おはようございます。1月30日、今日は火曜日です。いや、昨日はね、僕ドラマ見てないんですけど、セクシー田中さんというね、漫画を書いていらっしゃいました漫画家の芦原日奈子さんが亡くなられたという話で、まあ随分ちょっと気持ち的に落ち込んでいるところなんですけども、まあツイッターなんかでですね、まあ X か今、まあその芦原さんが、まあ原作の世界観とかね、やっぱそういったものへの尊重尊敬、をきちんと、まあ、考えない形で脚本が書かれていたというような背景の中で、まあ、最後の2話をね、自分で、担当されて脚本を、というような経緯を、まあ、X に書かれていて、まあ、それに対してもともと1話から8話まで、脚本家がいて、9話10話は、まあ、ご本人、原作者さんが脚本を書かれたという経緯がありました。で、まあその脚本家もともと1話から8話やってた人がね、ちょっとなんだろうな、見方によるんでしょうけど、面白くなかったのは、まあどうしても原作者が自分で書きたいって言うからみたいなことをインスタだっけ書かれていて、それまあ追っかけて、なんかうまくいってねえなーというふうに思っていたんですが、まあおそらく誹謗中傷もあり、そして非常に守りたいものを守ってね、傷つかれてっていうのがあって亡くなられたとニュースを見てですね、なんかこううーんっていう気持ちになっちゃいました。まあ往々にしてなんて言うんでしょう、こう権利を主張すると横暴な人だとかわがままなやつだみたいな風に見られることっていうのが、なんかこの世の中多いような気がするんですけれど、まあ、この原作者の人が守りたかったものっていうのは漫画の中での世界観だったり、漫画を愛してくれるおそらくファンの人たちがどう感じているのか、っていうことをすごく大事にしてたんだと思うんですね。だからこそ、まあ、抗議をし、そのストーリーや脚本に対してご意見をされていたんだろうと思うんですけど、まあ、その背景の中で、最後の2話は自分で脚本をするっていうことになったんだと思うんですが、権利を主張するのには守りたいものがみんなあるから、ね、でその権利を主張して、まあ、本来ならテレビの現場っていうのは原作者の人が出ていくところではないのかもしれませんが、守りたいものがあってそこに出ていくとこう権力を持ってるやつがこうなんていうんですかね、出しゃばってきたみたいな雰囲気ってあって、でそれは守りたいものを守るためだけど、なんかこうなんちゅうんでしょう権利を持っている者が権利を主張するとただわがままって取られてしまう世の中で、それはすごく孤独なんだと思うんですよね。まあ、僕自身もまあちょっと前に挙げた学校のね、ことで、まあ、僕の塾へのこう誹謗中傷を学校の先生というか校長先生というか、まあ、いろんな人がしたというのでお話をした経緯がありましたけど、めちゃくちゃ孤独なんですよね。俺が悪いんじゃないかなとか、俺が間違ってんじゃないかなとか、でも僕自身にも守りたいもんがあってそれをこう出したわけなんですけど、おそらく同じようなって僕程度の人間が感じていた孤独とか苦しみとはもうレベルが違うものをおそらく、芦原日奈子さんは感じてらっしゃって、自分から命を絶つということになってしまったんじゃないかなと、はい、思いました。まあそういうわけでなかなか気持ちが盛り上がることは難しいのですが、今日が2日目ということで、はい、スラップスティック再開からね2回目の放送、頑張っていきたいと思います。というわけで中村健太郎がお届けするスラップスティック、ここからスタートです。goodair.com インターネットラジオ goodair.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラブスティック、改めておはようございます。ちょっと気を取り直して、まあ今日も頑張っていきたいと思います。中村健太郎です。さて、昨日が、この番組スラップスティックという、ね、企画で、まあ、グッドエアのメインコンテンツとしてお届けしているラジオなんですけど、こいつがですね、昨日なんと公開されたのが夕方4時ぐらいになりました。
もう再生数も伸びず、まあ当然ですよね。だって公開めちゃくちゃ遅くなったんで、本来朝公開されるはずのこのスラップスティックですね、なんでそんな時間に公開されたのかというと、僕の Mac 目の前にあるんですけど、僕の Mac がですね、どういうわけか書き出しがうまくできなくって、途中でエラーになって落ちるんですよ。で、僕昨日スラップスティック撮り終わったのが朝3時ぐらいだったんですけど、朝3時から書き出ししては20分ぐらい待ってエラーになって、書き出ししてはエラーになって、これをね延々繰り返して、なんとですね、お昼の12時ぐらいまでかかってしまいました。で、結構わりかしね、実は長くて、昨日のは35分ぐらい撮っちゃったんですよ。で、これ長いのがいけないんだろうということで、いろんなとこ削除したりとか、アップデートしてなかったのアップデートしたりとか、まあ、いろんなことやってたらめちゃくちゃ時間かかって、最後は12時半ぐらいに力尽きて寝ると、起きたら奇跡のこう書き出しができてるということで、昨日は本当に夕方ぐらいに公開になってしまいまして、なので間に入ってたね、ニュースのやつとかは全然入ってないですよ。まあいろいろぶっ飛ばして、昨日はお届けをしましたが、まあ、そんなこんなで、どうにかスラップスティックスタートでございます。今日は短くいきます。なんでかっていうと、昨日寝てないからもうほぼ寝てないです。もう12時に寝て、3時半か4時ぐらいかな起きたので、12時じゃないな、12時半か1時ぐらいに寝て、なのでもうほんとね2時間ぐらいしか寝てなくて、そのまんま仕事に行って、授業やって帰ってきて腹筋やって、そう、大体今ここで喋ってるタイミングの僕はもう腹筋終わってますからね。このスラップスティックでは皆さんからいただいたいいねの数だけ、腕立て腹筋をするという企画で、基本的には腹筋を頑張っております。もう腹筋の筋肉痛がやばすぎるってなった時に腕立てを今やるという形で、逃げているんですけどもね、血管が浮き出てくるんですよ最近マジでじいちゃんみたいな手なのに、元からもうこれがたい、もうほんと血管が浮き出てくるぐらいもう最近きつくて、まあでもまだ腕立てもね、2日目なので、明日明後日しあさってと金曜日まで頑張ってお届けをしていきたいというふうに思います。さあというわけで、見ていきましょうか。本日いただいている情報の元にした、九州の話題、まあ今とりあえずは地元熊本県八代市の話題とか熊本県の話題ばっかりなんですけど、もう少し慣れてきたり、いろんな方にね連絡を取ったりとかして情報がたくさん集まるようになったら、九州中のイベント情報などをご紹介していきたいと思います。それではいきましょう、早速イベント情報です。さて今日最初にご紹介するのは黒川温泉の湯あかり。だいたいクリスマス前ぐらいから始まっているんですけれども、3月31日まで見ることができるこの黒川温泉湯あかりです。2021年の冬から始まっていて、今年で12年目、湯あかりライトアップというふうに言われていまして、まあ、この竹湾でね丸い球状にしてある、このマリ灯籠約300個と、筒状で高さ2メートルほどの筒灯籠を自然の景観に溶け込むように配置して、午後5時から夜9時半まで点灯しているんだそうです。なんで今このタイミングでご紹介してるかっていうと、寒くなるとねこう湯気が立つんですよね。またその湯気とさ、温泉の子多分、お湯が出てきての湯気と、この、竹や湯あかり、ね、の様子がすっごい綺麗で、まあ、ぜひ皆さん見に行っていただきたいと思うわけですね。まあ、あわよくば美味しい食事と露天風呂も入って温まってお泊まりしての、夜散歩をしながらね、まあ、羽織をまとって温泉街を歩きながら、この黒川温泉の湯あかり見たら最高でしょうね。ぜひぜひまだ見たことがないという方、ちょっとお出かけになって黒川温泉の湯あかり見に行ってみてはいかがでしょうか。続けては菊陽町の方の多文化共生にぎわいづくり事業ポップサーカス熊本公演が行われています。いや全然知らんかった、サーカスがね熊本に今来てるっていう情報を今回初めて知ったんですけど、12月の24日から来てるみたいで、2月の12日まで公演が行われています。大型テントで全国を巡業する本格サーカスエンターテインメント集団ポップサーカスが、菊陽町の多文化共生にぎわいづくり事業としてポップサーカス熊本公演を開催中。
世界のサーカスパフォーマンス界で活躍する10カ国以上のトップレベルのアーティストが集結し、楽しさと感動を提供するお正月、冬休み、絶好の行楽シーズンにスリルと感動のサーカスエンターテインメントを広くするということになっております。はい、でこちらがですね、現在公演日程の方なんですけれども、追加の公演もあったりとかしたみたいで、12日までですね、2月の12日まで公演の方が行われております。ぜひ行ってみたいという方はこちらお出かけになってみてはいかがでございましょうか。ちなみに1日だいたい2回とか3回、土日は3回とかですね、行われておりまして、まあ、狙い目はやっぱ千秋楽10、11、12、2月の最終3日あたりが狙いたいところですけど、当日券がねもうあるんだそうでございます。はい、なのでフラッと行ってみてね、まあ一回電話かけてから行った方がいいと思いますよ。行って空いてなかったってのは最悪なんで、まあぜひよかったらお出かけになってみてはいかがでしょう。僕も子供の頃ね、木下大サーカスを見に行ってね、その時の思いがねすごく記憶として鮮明に残ってるんですよね。はい、チケットの方ですけれども、SS 席、S 席、A 席、B 席とも分かれているんですけれども、まあ通常の A 席、B 席の方で行くとですね、大人が3500円が A 席、子供が2500円で、 B 席だと500円安くなって、大人3000円、子供2000円、このぐらいの値段で見に行くことができるそうです。お高い分ではですね、ボックス席とかもあるんですよ。ロイヤルボックス席とかプレジャーボックス席とかね、こういったのもあるそうでございます。ぜひ気になる方はお出かけになってみてはいかがでございましょうか。はい、そして昨日のイベント情報のおさらいです。今日からスタートです。本日朝10時から午後7時まで、2月の5日まで行われます坂本復興マルシェ、今日から2月5日まで蔦屋書店熊本三年坂店1階イベントスペースの方で行われます。ぜひ坂本のことを応援したい、坂本のことを知ってみたい、そんな皆さんぜひお出かけになってみていただきたいと思います。さて本日ニュースになりそうな話題なんですけれども、今日はですね、今日から2月4日まで中国の上海でフィギュアスケート四大陸選手権が行われます。最近フィギュアスケートもね見てないから、どんな人が最近日本では有名になってるのかよくわかんないんですけどもね。それからアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC が今日と明日行われます。まあ、株とかやってる人はでも相当気になる話題、まあ、FX とかねやってる人は相当気になる話題じゃないかと思うんですけど、僕は個人的に気になる今日発表になるのが、2023年の住民基調台帳に基づく人口移動報告が総務省から今日出されることになっているんですけれど、まあ、これがね果たしてどのぐらい、まあ、そのよく円安の影響でね海外に行った方が儲かるんじゃないかっていうことで、かなり多くの人たちが、まあ、海外に移住したりとかしてね、海外で仕事を求めているっていう話をよく聞くわけなんですけれども、どのぐらいの人たちが移動しているのか、また、まあ、亡くなった人の数も含めて一体人口がどのぐらいね変わってきているか、でどこからどこの地域にね人が移り住んでいるかなんていう話題が、まあ、今日出てくるんじゃないかなと思います。おそらくねどこの地域では人が増えた、どこの地域では人が減ったみたいな、まあ、そういう話も今日出てくるんじゃないかなというふうに予想しますが、まあ今日発表になってまとめてニュースになるのは明日なのかもしれませんね。それから2023年の映画興行収入発表がありますので、まあ、去年一番売れた映画は一体何なのかみたいな、まあ、そこら辺がワイドショーなんかで話題になるんではないかなというふうに思います。気になるニュースなんかねありましたら、またそこら辺も教えていただければ、ニュース解説もできればしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。いやね、全然最近話題には出してなかったんですけど、うちのね、飼っているミッキーさん、まあ、一応このインターネットラジオグッドエアのこのスタジオの管理人ってことになってるんですけど、この口の中っていうか、ね、喉のところにできものができて、この4日ぐらいね全然何も食べてくれなくて、藁も食べてくれなくてっていうので、もう本当に心配してね気が気じゃなかったここ数日だったんですけど、まあ、ドガンと食ってくれと思っていたら、最近ちょっとだけね食べれるようになって、やっとですね、普段僕が飲んでるお茶のドクダミ、あれをね食べてくれたりとかするようになって、昨日は、やっとわんぱくに
あのティッシュをひっくり返してね遊んだりとかするぐらい元気になってくれました。あまりねあの動画に登場してないんですけれども、ちょっとまあ体調崩したりとか目のところにねあのなんか白いのが出てきたりとかして、本当は病院行かなきゃいけない状態なんですけど、本当受験があってお金がなくてっていうので今病院に行けてなかったり、する中でなので、元気になったらですねまた皆様に時々うちのミッキーさんをご紹介しながら行きたいと思います。はい、というわけで、エンディングは腕立て腹筋ということで、まあ、今日も腹筋頑張っていきたいと思います。皆さんからいただいたいいねの数だけ、腹筋を頑張るという、まあ、そういう企画になっておりまして、昨日ですね運転免許丸バツクイズの方に、いいねの数がですね12個11個14個25個21個いただいておりまして、そして昨日の、ね、公開が遅れたこのスラップスティックの方に、合計10個いいねをいただいております。ありがとうございます。というわけで本日の腕立ては93回。頑張りました。どうぞ。さて本日は93回、頑張っていきたいと思います。昨日の筋肉痛が抜けてないんですけど、いいですかね。いきます。はい、エンディングです。最後まで見ていただいてありがとうございました。今日は短めに収まった方かな、はい、と思いますけれども、昨日はすいません、もう本当にね公開がだいぶ遅くなってしまったスラップスティックになりましたけれども、まあどうにかね、今日もやることができました。ちょっとね、今週月火水木金と5日間続けてやれるかどうかまだ不安なところではあるんですけれども、まあ、だいぶ編集もねまた慣れたというか思い出してきた感じなので、まあ、そこそこどうにかなるかなと思ってはいるんですが、とにかく皆さんからいただいたいいねの数だけ頑張って腕立て腹筋していきます。あの怖いんよ、怖いのがまあ、運転免許のね、あの丸バツ、まあ、免許試験の丸バツ、あれをですね、今、まあ、こうやってやってるわけなんですけれど、まあ、これがですね、一応、いつも朝7時、9時、11時、13時、15時ってこう、奇数の時間でね、上げてるんですよ。で、午後4時以降、受験生応援でですね、また社会の一問一答、これをですね、上げていくことになっておりまして、いけるかな俺いけるのかなとすごく不安な思いで、今いるところなんですけれども、そしていただいたコメントね、これもご紹介していきたいと思います。いただいたコメントはですね、ジジイさんからありがとうございます。しょっぱなから100回超え、お疲れ様です。やりきる中村さんさすがです。ありがとうございます。いやバッキバキなんよ。そしてジジイさん結婚マジおめでとう。大阪行ってもあのぜひよかったら暇な時はね見てやってくださいね。よろしくお願いします。そしてチャンノさん、歩くことは健康にすごくいいと思います。あ、そう、昨日の動画ね見た人少なかったけん、まあ、めっちゃ公開時間が遅かったけんが仕方ないと思って、まあ昨日見た人がねあのコメントとかで、まあ、チャンノさんこう書いてるけど、まあ、僕らの地元熊本県八代市で九州国際3デーマーチっていう歩いてねこの八代の景観を見て回るっていう、まあ、イベントがあるわけですよ。まあ、そちらに参加をするかしないかっていう議論を、ね、してて、3月5、6が受験なんですよね、公立高校のなんですけど、まあ、3月5、6が受験で、その前の4日、が、違うわ、1、2、3だから1日か、3月1日に歩こうかなっていう話をしてて、まあ、ただぼっちで参加なんでね、ぼっちで参加どうかなと、思ってはいるんですけれども、まあちょっとまあこれは本当考えたいなと思っております。そして、バッテオデモさん、ポチッといいね押しちゃったいいのいいの、ありがたい、そのいいねがありがたいのよ、本当感謝しながらね、うーっていう腹筋をしてますが、あの普段全く運動をしていないので、まあ相当きついです。でね、あの腹筋してるんですけど結構頑張って後ろまで反ってるんですが、腹筋マシーンなんで本当はねもっともっと奥まで行けるんですよ。ただ行ったら死ぬという状況なので結構ね、あのまあ、そこそこで今やってる状態ですから、もうごまかしごまかしすいません、腹筋をさせていただいております。まあもうね、もうちょっとしたらね、これ腹筋って不思議なもんで、ね、慣れると全然平気になるのに100回ぐらいは。なのでまあとりあえず1ヶ月頑張ったらどうにか、
100回200回できるようになるんじゃないかなと。本当に200回ぐらいね、いいねをもらえるぐらい、これから頑張ってですね、このスラップスティックやっていけたらなと思いますので、皆さんのいいねで、どしどし頑張って、僕も体力つけていきたいと思います。そして、皆様からの情報募集中です。ぜひこんなイベントがあるよとかね、あなたの周りのニュースなんていうのも全然結構です。こんなことがありましたとかでもいいので、ガンガンコメント欄の方に書き込みをしていただけたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで中村健太郎がお届けしました1月30日スラップスティック、今日はここまでです。ちょっとね、最後ね限界が来てですね、全然できなくなったので、今日は腹筋のね様子最後のところだけ、皆さんに音声付きで見せたいと思います。以上です。あと席、あと12回ができん、はあ、あと12回、痛い、めちゃくちゃ痛い。明日もいいね待ってます。いくらでも来い。お疲れ様でした。鳩関、はあ、いや死ぬわ死ぬわこれ多分。Thank you for your listening. Good Air.com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことは、インターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。